17年前から国営公園、四国に一つしかないんですけど、そこの国営公園でライブレーターとして活動をしています。よろしくお願いします。日本の森林文化アカデミー。真面目だよ。
普段は、学生がね、未来のインタビューを でも今はどっちかというとインタビュー選手の森の幼稚園とかもプログラムのない、空間をにハマって今撮っています。よろしくお願いします。僕は那須に今までいまして、それで今は同じく大阪と同じく山の国の村岸田センターというところで勤務しています。よろしくお願いします。インタビューターです。勤務協会の実習生をしています。西尾茜です。まだまだインタープレーターの卵です。これから頑張りたいと思います。よろしくお願いします。青木と申します。なんちゃってインターンプリターを神奈川県で、ビジターセンターをどちらかというとマネジメントする、仕事をやっております。どうぞよろしくお願いいたします。お熱いよ。早速じゃあ、もう入りたいときに、もうなんかとりあえずなんかコンフュージングみたいなのがあります。なんかこれもやもやかそうそうそう。まあじゃあとりあえずやってみて、よかったら席を変えてみようかなって言ってみましょう。で、もっと前に。前に、あ、もちろん前に来ていただいて、もし聞こえなかったら見えなかったら、ちょっとスタッフルートあるからね。私も多分そのうちどんどん声が大きくなっていっちゃうんだけど、とりあえず、控えます。うん、話しパで撮ってる。あ、うん、まずキャンプさんでお話ししたいと思います。キャンプさん、あの、あ、もう時期のように、一人向こうで、分かりますね。インターミテーション継続の希望をね、やってきてくださってる方。それまでもね。重要性、ニーズとか重要性についてお話をしたいと思います。You
Money makes the world go round. お金が世界を Money makes the world go round. Go round. お金が世界を動かしますってこと聞いたことありますよね。And sometimes we don't have the money we would like. 欲しいお金がないという人多いですよね。そういう時ですよね。そういう時ばっかりですよね。Once in a while, it comes. We have no idea why, but when it comes, we have to be ready for it. よくわからないけれども、とにかく何もなくても準備をしない、やっていかなきゃいけない時ってありますよね。But since most of the time it doesn't come, here's the main reason the interpretive planning isn't working. では、これがインタープリテーション計画が重要な理由なんですね。今から慣れますね。When you know you need to make an improvement and you apply for a grant or other source of money, 物事を改善していったり、お金をもらうために資金の中で、資金をもらうための助成金の申請とかをするときに、そしてがる時ありますよね。Those who are in charge of distributing the money will ask questions like, how are you going to use it?And coordination with other projects. お金をあげる側にとっては、じゃあ申請してきた人に対して、じゃあこのお金どうやって使うの？誰がそのお金を使うプロセスに巻き込まれているの？ってことを聞いてきますよね。So, if you do get the money, もしお金がもらえたとするじゃないですか。It's good to have a small percentage of the money used to coordinate the effort.コーディネーションするために費用で少しだけでも割り振ってください。Maybe only 1% of the money. 1%、 それが 1%、 助成金のうちの 1% かもしれませんけど、Maybe 5% of the money. それが 5% になる時もあるかもしれませんし、But if you're going to spend hundreds of thousands of dollars or yen, もっと10万とか100万とかもっと高いお金を使うとしたら、Small price to pay.To coordinate everything to beginning. このちょっとしかお金がコーディネーション、はじめにまずコーディネーションしなくちゃいけない。はじめに使うお金がもう限られてきちゃいますよね。But be warned, interpretive planning is hard. インタープリテーション計画ってとても難しいものなんですね。Some people might have an idea that it's a group of people like you're gathered here talking about ideas.まずはこうやってみんなが集まって何かについて話し合う機会があるときもあるでしょうし、But it has to progress beyond the talk stage. 話すだけじゃなくて話した後に何かをやっぱり成果として出していくっていうのが必ず必要になってきますね。 And to help you with that, usually an interpretive planner or facilitator will help you.そういう時にこそインタープリティブプラナーの出番であって、またはファシリテーション施設の管理者っていうのがそういう役割になって、ただ決してではない次のステージに進めるっていうのがそういう人の役割になります。 And then interpretive planner, like I was for 11 years. インタープリテーション計画プラナーとして11年間働きましたけど、Because I had been a park ranger, so I had experience in your position. So, 皆さんのように私は公園のレンジャーでもありましたので、働いてた時に同じような経験をしています。 And in an office level, like the Ministry of the Environment, I helped with big planning efforts. 事務作業をしている時に環境省のお手伝いしたこととかもありますし、 So one day one of my bosses said, you're going to be interim planner.そういうことなんかいろんなことをしているときに、ある日突然上司が来て、あなたもインタープリテーション計画をやりますよって言ってアサインされました。 And what do I do? And there was a man who was also in the same position I was in, and I asked him, what are you going to do? He was the same position, but also an interpreter planner, a new interpreter planner.同じようにもう一人新しくインタープリテーション計画担当者にアサインされた人がいて、自分が困っちゃったからね、何するっていうふうに聞いたんですって。And he said, I don't know about you, but I'm going to make it up as I go along. 一体あなたが何をしようって考えてるか僕は知らないけれども、まあ私は考えてることがあって、そうやって何とかして物事を進めようとしてるよ、思ってるよって答えてくれました。Now, we do have guidelines.
こうやって私たちにガイドラインがあるので。But there's a lot of flexibility in those guidelines. このガイドラインってのはあくまでもガイドラインで、いろいろと足したり引いたりできる柔軟性があります。So our job as a facilitator is to make it easier on the park staff for everyone to come upon one direction to go in. プランナーの役割として計画を One direction. 一緒に携わっている人を一緒に巻き込んで、ある方向、特別な方向に向かわせるっていうのが自分の役割というふうに考えていますし。Interesting word, facilitate. ファシリテート、ごめんなさい。その前にファシリテートという言葉を使っているんですが、インタープリティプランナーっていうのは、みんなを同じ方向にファシリテートして、流していくっていう役割を持ってますし。It's not an English word, it's a French word. Facilitate っていうのは実は英語じゃなくてフランス語から来た言葉なんですね。 So if you ask someone from France, is that easy? They'll say, oh, très facile. Very easy, très facile. なんか très facile っていうフランス語が語源らしいので、フランス語を話す人に話すその言葉を伝えたら、あ、そんなの簡単なことだっていう意味なんだよっていうふうに教えてくれると思いますよ。It's also the root word of like a room like this, which is a facility, facility. もう一つ別の意味があって、facile っていうこのような facility の facile っていう意味もあったそうです。facilitator の語源として。So someone built this facility to make it easier for the staff here to put on a dinner like last night, and then have meetings like today, and multi-purpose. The facile っていうのはファシリティの意味なんだけど、ファシリティという意味では何か物事を優しくするっていう意味があるから、このファシリティを作るときとかファシリティっていう意味自体に何かを物事を容易にするためにファシリティを作るっていう概念が根本にある。だから昨日使ったみたいにここが食べる場所になったり、今日みたいに作業する場所になるというような言葉をの語源が根本にあります。So you will be able to download those guidelines. じゃあ皆さんこれから NPS の働いているパークサービスからダウンロードできますけれども。This is like the recipe. これはある意味これ料理のレシピのようになってる。レシピです。And like all good chefs, you don't always stick only with the recipe. 皆さん料理が上手い人ってこれにレシピだけに頼るわけじゃないですよね。You have to adapt. A little extra this, a little more that. 料理が上手い人ってそのレシピを元にしながらあれこれちょっと足したり引いたりしながら作りますよね。So you'll have the recipe when you leave here. 今日はここのセッションが終わったらもうレシピじゃないです。But it might be years before someone says, we got some money, we need something done, now help us with a plan. And you look back at that, where do I start? もしかしたらこれからすぐじゃなくて 2,3 年後っていうことになるのかもしれないけど、ある日突然あなたがもうお金が必要、あなたが勤めてる組織とか公園で、あ、お金が必要だな、助成金を申し込もうっていう話になるかもしれない。そうなるとインタープリテーション計画が必要だよ、作ってって言われることがあるかもしれないです。そういう時に、あ、一体それをどうしたらいいんだろうって思うことがあるかもしれないですよね。 And that's where a facilitator can really help. そういう時にファシリテーターが登場するというか重要な役割を果たします。 You might be どうしようどうしようと思うかもしれないけれども、 We would come in and say, calm down. 大丈夫大丈夫、落ち着いて、 Get through this. 大丈夫、ちゃんとできるから、 And walk you through steps. 前に向かって進めるから。 But the ideas will not be ours. でもその ideas will not be the facilitators.でも何をやらなくちゃいけないとか何を話し合っていくかっていうのはファシリテーターの役割じゃない。They'll be your ideas. 参加者がそういうアイディアを持ってる。でファシリテーターってのは物事をよく優しくしていくっていうのがあくまでの役割なので、他の人がアイディアを持ってます。 So our job is to bring the ideas out and record them. ファシリテーターの役割っていうのは皆さんが持ってるアイディアを探してもらってそれを働いていくっていうのがファシリテーターの役割です。And help you decide which are the best ideas. ファシリテーターの役割っていうのは、そのたくさんのアイデアの中からどれがベストなアイデア、最高のアイデアなのかっていうのを決めるとか絞っていくのがファシリテーターの役割です。Until we have what we call a group consensus.
英語ではグループコンセンサスっていうんだけど、日本語では合意形成っていうのが目的になります。And you probably have been part of a group consensus before. おそらくこれまでに合意形成の場面に出くわしたことがあるんじゃないですかね。Is everyone 100% happy with a group consensus? 皆さん、そういったときに 100% これで満足っていう経験したことありますか? But it's something that everyone can agree on. That's the direction we should go. でも、なんかみんながやっぱり同意したことっていうのは、それに向かってやっぱみんなでそこに進んでいくべきものですよね。And it might not have all the ideas that I like. 全てのアイデアに対して自分はこれいいなとか好意的に思うわけじゃないかもしれないけども。And maybe not even that one suggestion that I thought was great because I thought of it. ちょっとか一つそのうちのいくつかのうちの一つのアイデアすっごいいいなと思ったんだって私が出したんだもんと思うことがあるかもしれませんし。But we can all move forward. けれども何があってもみんなで決めたことってのはその決めたディレクションに向かって進むことが大事です。If we don't agree to that as a process, then we all end up bickering. もしその決めた方向に向かって手順を向かって進まないなると、もうみんなもこう迷ってしまう。Facilitator will be up front doing this sort of thing. Facilitator っていうのは皆さんの周りにとってこういうふうに何か話し合いを進めていくんですけども。But let's say that you are in charge of the facility. ちょっと考えてみましょう。あなたがこのファシリテーター施設のファシリテーターだとしたら、マネージャー、リスポンサブルだとしたら。And you're the promoter, and you are now in charge of the nature center and the other museums here.ちょっと自分考えてください。このキープの担当者、責任者だったとか、そのネイチャーセンターの責任者だったとして、ちょっと考えてみてください。So what I'm going to ask you, based on where you work, who should be at the meetings? で、そういった時、自分が責任者、その施設とか組織の責任者だったとしたら、誰をその計画のこういうミーティングに呼ぼうと思いますか? We call them meetings, but sometimes we also call them workshops, because they really are work.ミーティングって今私言いましたけども、ある意味ワークショップとも呼べるんですね。なぜかっていうと、みんなに work、こう作業してもらうから、ワークショップとも呼びます。Sometimes they will last for one day, or two days, or even three days. で、そのミーティングとかワークショップが1日かかることとか、1日で終わることもあるし、2日かかることもあるし、また3日とか1週間かかることがあるかもしれません。まあ、ごめんなさい、3日とおっしゃいます。So I would ask you, if you are charge of the facility, who should be there?I don't know who to invite, but you do. でもあなたが責任者だったら、そのミーティングとかワークショップに誰を呼ぶべきかって今もうなんとなくわかりますよね。責任者だったら。Usually it's your key park staff members. 大体はそのキーパーソン、あのキーパーソン、施設とかこういうキーパーソンを呼ぶっていうのちゃんとこうリストになってるんですよね。今頭の中で。Sometimes it's a close partner that works just outside of your facility. 公園とか勤めてる施設とか。組織の外でもやっぱりキーパーソンとなるパートナーとなる人をちょっと思い浮かべてる人もいるでしょう。Sometimes it's a subject matter expert like an expert on butterflies. 例えばその自分の施設が扱ってる資源で特徴的なもの、例えばその公園が蝶についてなんか特別な施設だったら蝶の専門家っていうことも思い浮かべてる人がいるでしょう。Sometimes you invite your boss. 自分の上司を思い浮かべてる人もいるでしょう。Interesting reaction because 面白いリアクションでしたね。Inviting the boss can be a two-edged sword. Yes. 上司をそのミーティングの自分がファシリテーションするミーティングに呼ぶっていうのはちょっと考えることがある人もいますよね。If the boss is there, sometimes he or she will talk about it. もし上司が来たら、あなたがするはずのミーティングをこうもう取っちゃうっていうのはたくさん話をして。Or sometimes just their presence, even if they're sitting in the back and they're being quiet, just being there makes you think maybe
maybe I won't say that because the boss is here. とか上司がただ何も言わなくてそこに座ってるだけ、例えば一緒に座ってるだけで目に入るとあこれって言わない方がいいのかなっていうふうに思うこととかもありますよね。だから自分の言動がちょっと変わってしまうことありますよね。But sometimes it can help. それはでももちろん上司がいることで助けになることもあるでしょうし。The boss contributes and is part of the process.上司がその助けになってそのメンバーの中に入ってミーティングがもっと良くなっていくこともあるでしょう。Then when the plan is done and approved, you already have approval from that next level up. 上司がもう入ってるってそのプロセスが、もうその時点で上司が認めて承認したっていうことだから、もう一つのステップ上がる必要がないですよね。もうそこで承認が取れてますからね。If the boss is not there, then when the plan is done and everyone agrees.And it's approved, you have to give it to the boss to read, and they may not read it because they don't have time. もし上司がそのプロセスにね、計画を作るときに入っていなければ、計画ができた後に、じゃあ上司の承認を取ろうと思って、持っていったときに、もしかしたら上司は時間がなくて読まないかもしれない。そしてサインをしてくれないかもしれない。We'll go over the particulars of the long-range interpretive planning process a little later this morning. 今日のセッションの後の方でどうやってインターベンション計画を作るかという過程の方を後で話しますけれども。But I'll just tell you now that generally speaking, there are three workshops. 大まかに言うと、主要、なんていうの、主要でいいのかな ?3 つのステップがインターベンション計画にあります。One workshop for the themes and the foundations. これステップの中で3つの大きなワークショップがあります。The one is the themes and foundations. 一つがテーマと基礎的なことを語るワークショップ。Why does the park exist? What are its stories? で、なんで公園って存在するの？公園存在するのね。それと、what are its stories? その公園がどんな日本としても難しいんだけども、公園が語るストーリーってちょっと分かりますかね。みんなどういうことを伝えたい。あ、はい、そういうこと、そういうこと、公園が語るべき、分かってもらうべきストーリー、どんなストーリーがあるのかということを話し合うワークショップが一つ。The second workshop we call the recommendations workshop. 二つ目のワークショップが提案をするためのワークショップ。提案を挙げるね、提案者が。Most people enjoy this workshop the most. Because everyone has an idea of, well, this is what we have now, but here's an idea to improve things. So this workshop gives a list of recommendations to use the money for, to spend to improve things.お金をどうやって使うか、どの改善策に使うのかっていうのを考えるのが先に考える2つ目のワークショップです。The third workshop is usually the least favorite of the workshops. 3つ目のワークショップがですね、最もあまり好まれない、敷かれないワークショップなんですけど。But it's the most important one. でも一番重要なものなんですね。We call it the implementation workshop. 実施計画を作るワークショップ。Without that,Everything we've done to that point is just a lot of talk. で、3つ目のね、3つ目のワークショップ、実施計画を作るワークショップがなかったら、それまで作った計画は全く意味をなさない。Someone in a position of authority has to authorize the spending of money to have the work get done. I think I missed the point. So someone has to, for the implementation to happen, money has to be spent for...work to be done and progress to be made. Implementation, 3つ目のワークショップはどれだけお金を何に使うかっていうのを考えるところなんですね。で、それだけの、So, someone in authority, like whoever is in charge of the money, writing out purchase orders or...So in the workshop, we are coordinating what work should be done in what order. What order? By who? By contractors or by the staff? 3番目のやっぱりワークショップというのは実際にその計画を実際に移すときにどの手順でどれくらいどうやってほらアウトソーシングするのかとか誰がやるのか誰がまでは決まらないけどそういったことだからお金の割り振りもするしどの日程でとかやるのも決めるところ具体的なラインです。So a little bit later, we're going to ask you to bring into small groups, not now, but a little later.
We're going to ask you to think about who you would invite to your workshops. まずそのうち一つやってもらうのは、ミーティングのファシリテーターだになっていただいて、自分のミーティングに誰を呼ぶのかっていうのをちょっと考えてもらう作業をしてもらおうと思います。So we'll explain more when we get to that point. 後でまた説明します。So at this point, で今のことでその国立公園計画を作る、これ、高インタープリテーション計画を作る重要性とか、ちょっと簡単な過程を探してこれ、話してもらったんだけど、ちょっと今までにご質問とかありますか？日本とアメリカで多分違うことがすごくあると思うんで、今のところクリアじゃないのとか、大丈夫。ちょっとお尋ねですが、その CIP という文書が2000年に出てるんですね、国立教育局の中で。で、これは、全米の公園に、それまで例えば展示の計画とか、それからパーソナリゼーションの計画とかあったけど、統合されたものがないような状況もあったんです。だから、その統合された包括的なインタビューションを各校で作るようにっていう文書として、通達が出てるんですね。さっき新しく聞いた情報としては、これは義務として各校が全部つくのかって聞いたら、義務ではない。だけど、400ぐらいユニットがあって、300ぐらいの校園は、コンプレヘンシブインタビューライニングっていうのを、このガイドラインに沿って作ってるとおっしゃってます。だからそういう各公園がプランニングするためのガイドラインっていうのがこの対象です。で、それは我々2000年の研修で教えていただいて、すごい重要だと思ったので、この報告書の中にそれの全訳が入ってます。なんで1500円で買うと、でもこの部分だけを差し上げることもできるので、その部分だけの。何らかの形で皆さんそれを聞くと以上です。で、何となく何らかよく分かったけれども、じゃあ実際に具体的にインタープレーション計画ってどんなものなのかなってお知りになりたいと思うので、ちょっとここで古瀬さんとジャンプ君にどんな具体例があるのかをお聞きしたいと思います。古瀬さんからお願いしてもらいます。今聞きたいのは、どんなインタープレーション計画で今までご経験なさったので、成功例とか失敗例とか、なんかこれがすごい良かったというところがありますか、印象のコンテンツでは。そうです、僕はね、4例ぐらいやってるんですね。それで、一番最初は、沖縄の石西諸島で、石垣島と西表島の間の日本最大のサンゴ礁の自然再生の中でどういう教育普及をやるかっていう、そういう仕事をやって、でそれはちょっと自然公園のインタビューションとは少しは違ったんですけど、自然再生の中でのインタビューション計画だったんです。でそれが最初の経験でした。で、今お話あったり、どういうような人をそこに呼ぼうかってことを考えて、あとはちょっと名簿が出てくるかもしれないけど、サンゴの研究者とか環境省の職員とか、それから僕が言ったのは、白鳳堂の職員とか、いろんな人を呼んで、2泊3日のワークショップを2回やりました。すごい楽しいって。で、それはケースとしてはよくやってうまくできたかなと思ってるんですけど、ただ、なんていうかな、計画が自分たちがやること以外の学校にやってほしいこととか、他の行政のセクションにやってほしいことも含んでいたので、その部分を誰が責任を持ってやれるかっていうところまで、公園のマネジメントみたいにできてるわけじゃないので、そういう弱点はあった。そのものに、某植物園でもう同じようなことをやる機会があって、これも非常にいい機会があって、これはこの植物園が新しい施設を作って、教育普及も参加して、展示から何かやるっていう具体的なプランだったので、そのためにプランを作ったんですね。で、それもすごく一生懸命やって、いいプランできたと思ったんですけど、これは実はすごい失敗で、何が失敗したかというと、そのプランニングのワークショップの中に、その後その拠点を運営する団体が入らなかったんですよ。
言ってないんですけど、それで、僕が入れたかったんですけど、いろいろ契約の関係とかで、まだ誰がそこのインターベンションを担当するか決まってなかったんで、まあ、行政の担当者とは言ったら言えないんですけど、だから僕らは、そのインターベンションをやる担当者が入っていないプランニングを作ったんですね。まあ、結果そのでもちろん展示とか印刷物とかはだいぶ作って、それはもちろん使われてるんですけど、その全体計画っていうのはもうほとんど無視されたということがあったんですね。まあ、それ理由はいろいろでなんだけど、なのですごくいいプランニングができても、それがワークショップ構成メンバーのステークホルダーの構成がうまくいかないと、まあ、それまでの人は非常に苦しい結果になります。まあ、その後は新田さんとか本間さんが関わって那須平成の森のインタビュープランニングを、まあ、川島教授さんと一緒に、これは一番うまくいったらいいじゃないですかと、すごくその時作ったものを後で作っていただいて、計画もちろん今はどんどん変わってますけどね、始まりの5年間分ぐらいはその計画をすごく現場の方が上手に使ってくれた事例なんで、新田さん本間さんにもどんな部屋があったか聞いてくださったらいいな。こんなリブタイレがもう日本で実際にやってうまくいってる部分っていってない部分がある、そういったことも嫌だなってお話ししたいと思います。あとアメリカのちょっと事例も聞いてみたいと思うので、So I was involved with 30 different interpretive planning projects. これまでに30個以上のインターベンション計画And I was thinking through last night which ones were the most successful. Because years later, you know whether or not the ideas were implemented. インターベンション計画だってからしばらく経つと、それが実際に実施されてるかどうかって分かりますよね。ですから過去のことを振り返って、昨日の夜考えて、自分が携わった中でどれが最も成功した例なんだろうって考えてました。The one that was most, actually a few of them, most successful because they were new parks added to the national park system. 実は一つだけじゃなくて、2、3個成功例がすごくいい成功例があって、そのうちの一つが新しい